道の駅三重、チーズタルト中村千恵子さんいただきますうまいのかなこれ、ちょっと食ってみよう。あ、これやば、うめえじゃんこれうん、うめえ。中村千恵子さんありがとう。バイクでも乗ってなきゃさ、こんな年になってさ、こんなところで一人でチーズタルト食ってることなんてねえと思うんだよなはい、こんにちは、空豆です。はい、まあね、今もね、まあ道の駅で、まあ、チーズタルトかじりながら今日も一日ねバイクでブラブラしてきたんですけど、うん、なんていうのかな、うん、俺はね、思うのは、俺はねガキだと思うんですよ、うん、っていうか、なんていうのかな、そのガキの部分を、まだ持ってる、皆さんはどうですか。まだ自分の中に子供の自分はいますか。ガキだった頃の自分はいますか。俺ね、個人的にはね、この子供の部分の自分っていうのはすごくね、人生を豊かにする上で大事だと思うんですよ。これはね失いたくないですね。で、そうですね、じゃあこの、まあ、自分の中のね子供の部分っていうのを、何がね、その蒸発していくのを防いでくれてるか、失わずに、住んでいるか、これはね、僕はバイクだと思うんですね。だから僕は自分の今人生、こうしてね、もう、いい年になっておりますけれども、こうして休みの日にね、日がの一日、バイクに乗りましてね、ブラ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 、まあ、景色のいいところを回ってね、いろんなものを見て、美味しいものを食べて、俺ねバイクに乗ってなかったらね、多分一人でこんなことしてないと思うんだよね間違いなくしてなかったと思う。で、何してたかっていうと、多分その、仕事をしてね、仕事から帰ってきて、まあ、家とその職場の往復だよね、で休みの日はさ、もう疲れてるから、家でね、まあ、横になりながら、まあ、DVD か何かを見てね、ゴロゴロ食っちゃねするのが関の山だと思うんですよ、だけどね、子供の頃みんなそんなことしなかったでしょ、どんなに疲れてたって、遊びに行ったじゃないですか。どんなに疲れてたって、ね、駆け回ったでしょ、その時の、まあ、自分の中の子供がね、まだ俺の中にちゃんといるんですよ。だから、こうしてね、まあ、俺も仕事してますよ、働いてるし、まあ、職場もね、仕事の内容も、まあ、ハードっちゃハードです。まあ、朝のね、それこそ、8時半とかから働き始めて夜中の10時、過ぎますよ、遅い時はやっぱ12時も過ぎることもあります、まあ、そんな中でね、翌日起きられずにね、ずっと昼間まで寝て、それで気づいたら夕方で、飯食って寝るみたいなね、そういう一日を過ごさずに朝早くから起きてね、こうやって早朝からバイクで、まあ、今日はね、隣の県まで行ってきたんですけど、で、ね、いろんなものを見て、感動して、そしてこうやって、また一日かけてね、自分の、家まで三重県まで帰ってくると、本当に、ね、人生豊か、本当に、いいなって思います。でもこれってもう一回言うけど、僕バイクがあったからなんですよ、でもね、この間ツイッターでね、もうびっくりしたんです、僕らがバイクに、乗るとかね、乗らないっていうような高校生の頃は山内運動ってあったじゃないですか、バイクを買わない、乗せない、免許取らせない、
っていうね、うん、あれは俺らのその頃の時代だけだと思ってたんですけど、今もあるんですね、うん、まあ、びっくりしました。今も、うん、あるようで、その ツイートされてた方はね、その写真、誓約書って書いてあったと思うんですけど、誓約書、まあ、この学校にね、うちの学校に、来たら、親としてね、子供に免許を取らせない、バイクを、買わない、それからバイクに乗せないっていうことを、誓約しますと。で、署名捺印して学校に提出してくださいと、うん、いうふうなさ、もう今でもあるのかと思って、びっくりした。うん、びっくりした。まあこれはね、うん、前にも何度か話した内容と被る部分もあるんだけど、バイクはね危ないですよ、うん、その車に比べたら危ないです、うん、だって覆いないし、うん、で、ブレーキだってね、その4つワッパがついてるものでブレーキかけるのとさ、もう2つしかワッパがないものでブレーキかけるのでは、それは4つでかけた方がさ、短い距離で止まれるよ、うん、それはね、車にとかに比べたらね、バイクは危ない、うん、っていうのは、それは分かりますよ、うん、それは分かります。じゃあね、バイクに乗らない、バイクに乗ろうかな、もしくはバイクに乗りたいっていう、子供たちに、なぜ危ないってことを教えないんですか。なんで教えないの。なんで教える前に禁止するわけですか。で、危ないから禁止っていうことなんですか。僕それね、馬鹿げてると思いますね、うん、別にバイクに限らずですよ。で、皆さんその家から一歩出たら、うん、そこは、うん、なんていうのかな、もう交通戦争の戦場の真っ只中ですよ、うん、歩いてたってね、引かれますよ、うん、自転車乗ってたって跳ねられますよ、うん、バイク乗ってたって事故ります。で、車運転してたって事故して亡くなることはあるんですよ、うん、危険なんです、危険なんですよ。じゃあどういう風に歩いたら安全なのか、これを教えますよね、学校で、小学校で、うん、じゃあ、どういう風に自転車を運転したら安全なのか、うん、これも教えますよね、まあ、小学校、うん、かな、交通安全教室とかな、うん、そう、うん、中学なのかな、うん、教えると思いますよね。じゃあなんで、バイクは教えないんですか。なんていうのかな、バイクは危ないっていうことをまずきっちり教えるべきだと思うんですね、うん、じゃあどうやって、どうやったら、うん、安全に、うん、走ることができるのか、うん、まあというか、どういうふうに運転すべきなのか、どういうふうに心構えを持つべきなのか、そこを僕はちゃんと教えるべきだと思いますね、うん、まあ、その上で学校が、まあ、バイクというものは危険な乗り物 だから、うん、乗る際には、必ずこういうふうに、うん、心構えを持って運転してくださいと、うん、言うべきだと思いますね。そもそも、学校とかね、親が、そういうバイクは危険ですと、危険だよと、うん、いうのを教える義務を僕は怠っていると思いますね、うん、で一緒に、子供と一緒にね、まあ、バイクに限らずでもいいですよ、自転車でもいいし車でもいいし、うん、どうやったら、安全運転ができるよねってことを一緒に考えたらいいと思いますね。有名なモトボロガーさんでも、自分の息子さんとね、一緒に息子さんがバイクに乗るようになって、息子さんにね、いろいろなアドバイスをして、まあ、これは危険だよとかね、これは危ないよとか、教えてね、いらっしゃる方もね、います。本当に俺それ見てね、素晴らしい教育だなと思うんですよ。うん、まあ本来ね、親ができればそれはいいんですけど、親がバイク乗ってなかったらできないし、せっかく学校ってさ、こう
学ぶ場所じゃないですか。うん、まあだから、その、なんていうのかな、例えば交通事故でね、まあ、あの、息子さんを亡くされて、すごい悲しい思いをしている、お母さんとかがいたらね、もし、あの、学校に来ていただいて、お話をしていただけるようであれば、そういう方のお話をね、あの、聞けばいいと思うんですよ。で、あの、聞いてどう感じたかをみんなで話し合えばいいと思いますし、で、例えば、まあ、そういった方向だけじゃなくて、例えばね、そのバイクにずっと乗り続けて安全にね、まあ、事故も起こさず、大きな事故も起こさずに、本当に、人生を豊かに楽しんでるっていう人がいたらね、あの、そういう人も呼んで、やっぱり話を聞いてね、で、みんなで話し合えば僕はいいと思うんですよ。うん、あの、じゃあ逆にね、そういうこともしないで、ただ、禁止って、いうのは本当に安直だけど、本当に子供に何も教えてないし、で、子供の安全を何ら守るものでも僕はないと思うんですね。それでね、あの、おかしいのは、その誓約書の中にね、あの、バイクは禁止なんだけど、原付は OK って書いてあるんですよ。ただし原付は除くって書いてあるんですよ。僕それはね、あの、わからない、うん、わからない。空波は、まあ、大型、中型、まあ、原付2種、原付、まあ、どの排気量のバイクも乗ってまいりましたけども、正直ね、原付だけが安全っていうことはね、とてもじゃないですけど、思えないんですね。うん、じゃあ、なぜバイクはダメなのに、原付は大丈夫なのかっていう理由が、そこの誓約書にも書いてないでしょ。うん、それ教えてほしいね。うん、正直ね、あの、僕に言わせると原付の方が危ないっていうところは多々ある、うん、多々ありますよ。うん、で、時速だってね、そんな、60キロも出れば、人間なんて死ねます、うん、60キロも出てれば死ねますよ、全然余裕で死ねます、うん、しかも自分が仮にね、じゃあ、30キロとか、20キロで、まあ仮にだよ、走ってたとしても周りはそのスピードじゃないですからね、周りは全然違いますよ。ですから、自分が原付に乗っていれば、安全だなんていうことは、まるっきりないと思いますよ。で、原付なら安全で、バイクなら、危険だっていうことは甚だ僕はおかしいと思います。うん、まあね、そのもしそうやって、バイクを一律にね、禁止するというのであれば、それはやっぱり学校側から、きちっとした、説明をね、やっぱり子供なり、親御さんにすべきだと思うね。うん、そのただ禁止って言ってさ、言ってるだけだったらまだいいんだけど、そうやって誓約書を書かせて署名捺印までさせるっていうのは俺は異常だと思う。うん、それは異常だと思うね。まあ、俺が例えば自分の息子が、高校に入って高校がそういう誓約書を出してきたら、俺は速攻で破り捨てるね、そんなもの。まあ、それに似た話でさ、うちの子供の小学校もさ、今度この春からね、みんな徒歩だよ、徒歩で歩いてるのにさ、みんなでヘルメットかぶって通学するっていうルールになったんだよね。それも俺は反対なんだけど、まあ、頭の上からね、なんか死ぬようなものが、落ちてきたってさ、あんな薄っぺらいヘルメットじゃ俺は守れねえと思うし、ね、逆にそれが頭に、ね、上に落っこってきてさ、守れる、仮に守れるようだとしても、俺は頭は守れても、そんな重いものが落っこってきたら俺首が持たないと思うしね。まあ、いろいろバカなことを考えるよね。うん。